何人かの集団で、あるいは保護者に付き添われて登校する児童たち。熊らしき生き物の目撃情報があった周辺では、警察がパトロールをして子どもたちの登校を見守りました。ちょっと子どもを送ってきました。やっぱり、何があるのかわからないので、ちょっと恐怖は感じています。目撃情報があったのは昨日午後9時ごろ、札幌市豊平区羊ヶ丘にある森林総合研究所の敷地内で、近くに住む男性が茂みの中から出てきた体長およそ 1.2 メートルの熊らしき生き物を目撃しました。その後、羊ヶ丘展望台の方向に逃げていったということです。目撃情報を受け、森林総合研究所では当面の間、関係者以外立ち入り禁止に。札幌市では先月、南区白川の果樹園に連日のようにクマが出没し、果実を食い荒らすなどの被害がありました。クマは餌を探して活発に動き回る時期で、特に注意が必要だといいます。秋はですね、春と並んでヒグマによる人身事故が多い季節なので、クマも冬眠に向けて盛んに餌を取ってますし、札幌近郊はどこの森でもクマのいる可能性ありますので、十分気をつけてお願いしてください。わかりました。クマによる人身被害は春と秋に多く、そのうちの 54% が山菜やキノコ採りで発生しています。キノコ採りのシーズンを迎え、山に入る人が増えることから、札幌南区の藻岩山登山口では、道警などが登山者に鈴を配り、注意を呼びかけました。野山では音を出しながら歩く。クマは非常に耳のいい動物ですし、基本的には警戒心が強い個体がほとんどですので、人の気配を察して避けようとします。ですので、このようによいしょ鈴を鳴らして人の存在をクマに知らせる。手を叩いたり、ほうほうと声を出して人の存在をクマに知らせるということが大切です。もみじ狩りや山菜採りなど、山あいで楽しむことの多い秋の行楽シーズン、出向く際にはクマと遭遇しないための細心の注意が必要です。